さーて、無事に出航したことだし、そろそろ顔ぐらい見せたらどうだ。そうだね、失礼した。やはりパーシバル殿下。パーシバル・イルミッド・アスガード、ミッドガンド王国の第一王子とはな。次の国王か。私の正体に気づいていたんだね。お召し物から王家の方々のみが使うことを許された香木の香りがしましたから。なぜこのようなことを。話さなければ連れて行ってもらえないかな。大魔士が裏社会の者といる理由も知りたいものだが。それは理由なんてどうでもいいわ。こっちもこっちの都合で利用させてもらうだけよ。好きにしてくれていい。もう私は戻れないのだから。なかなかの食わせ者じゃな、あの王子様は。パーシバル殿下は穏やかで公正無私、知と徳を合わせ持ったと評判のお方です。あの方がいれば時代のミッドガンドも安泰だと皆が。とぼけてたけど、あの香りは最初からこっちに気づかせるためにつけてたのよ。自分の地位を明らかにして利用価値があると知らせるためにね。私は乗せられたのですね。監獄島への誘導も罠か。その可能性は捨てないでおくべきだな。いざとなれば王子を人質にする。その王子の命を狙ってる者が相手なら盾にはならんがな。ま、気を抜くなってことだな。王子様、もう戻れないって言ってた。戻れない。島全部が監獄なんだ。秘密基地みたい。やけに静かだな。見張りの大魔士も見当たらんの。中の様子を確かめる。